視聴者の皆様、いかがお過ごしですかコスモステレビ日本語放送の時間です。コスモステレビを運営している多文化総合福祉センターは、略して多木センターといい、多文化家庭及び外国人が韓国で安全に定着できるよう支援する福祉機関です。2020年5月現在、韓国では コロナ19の患者が急激に減り、生活中距離置き政策に切り替わりました。ですが、まだまだ完全に安心できる段階ではありません。しかし、コロナ19対策で模範的だったシンガポールの場合、外国人勤労者の生活施設で集団感染の事例が報告されるなど、一度落ち着いたと思われた拡散の勢いが急反転しました。これに対して韓国政府では、 貿易脆弱層が感染する危険性を低下させるために不法滞在外国人に対し貿易対策を整えましたコスモステレビでは韓国語がよくわからない不法滞在外国人のためにコロナ一級貿易についてスペシャル放送を韓国語、英語、ベトナム語、日本語、モンゴル語、フィリピン語、タイ語で放送いたします 多くの多文化人の方に広げてくださればありがたいです中央災難安全対策本部では5月1日定例ブリーピングで不法滞在者が発熱や咳などの症状がある場合強制出国に対する心配をせずに近くの保健所で無料で検査を受けることができるようにしました特に医療機関が法務部当局に 治療及び検診する当事者が不法滞在者であることを通報する必要がない不法滞在者の通報義務免除制度がともに施行されますこのような処置により法務部でも5月4日自治体が管内の集中防疫処置を行う5月に保健所選別治療所移動型診療所などでの不法滞在外国人の取り締まりを延期すると発表し 安心して診療を受けることができるよう移動過程での取り締まりを猶予し取り締まりが再開されたとしても診療過程の記録などの情報を利用しないことを強調しました5月1日の発表によると不法滞在外国人が隠れたり回避したりせず積極的にコロナ検査に臨んで少しでも感染の恐れが発生する場合はいち早く発見し 地域社会に拡散することを防ぐことが基本的な趣旨なので不法滞在者も合法の滞在外国人と同じように感染しした際は治療費を韓国政府が全額負担します。不法滞在をしている外国人の中でも37.5度以上の発熱と咳、また喉の痛みなど呼吸器症状および肺炎症状などコロナ19が疑われる症状が発生した時はときは、 まず管轄の保健所または電話番号1339や地域番号プラス120に必ずご相談ください。現在韓国政府では約39万人と推定される不法滞在外国人に16の言語でコロナ19の診療と治療体系を案内しており、コールセンターを利用して保健所及び選別診療所では 非対面通訳サービスも支援しております。コスモステレビ視聴者の皆様、コロナ19は伝染力が非常に強いため、すべての人が注意する必要があります。お互いに気をつけなければなりませんが、個人の衛生管理を徹底して行い、韓国政府で発表される内容に従って、予防法をしっかり守れば必ず克服できる必病です。視聴者の皆様も、 予防法をしっかり守っていただき多くの多文化人の知人にこの映像をシェアして不法滞在という資格地帯でコロナ19に脅かされている多くの不法滞在外国人が安心してコロナ検査と治療を受けることができるようにご案内くださいでは次回もよりためになる内容をお届けしたいと思います皆様いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします それではまたお会いしましょう。さよなら。